三段稽古の説明をいたします。三段稽古といいますのは、本学が開学した当初から、初代の教授でありました谷口康則先生が考案された稽古法の一つです。このように、3人の元立ちが元に立っております。かかり手はこの3人の元立ちに連続でかかっていきます。切り返しからかかり稽古に至るまで、全てこの方式で稽古を行います。3人の元立ちに連続してかかるというのが、もう呼吸法のところから言いましても、まあ、限界かなというふうに考えられます。体力的にも3人連続してかかるのはきついんですけども、これが4人になってしまうともう最後だれてしまいますので、3人がちょうど全力で最後までやりきることができる、まあ、一番良い元立ちの数だというふうに考えております。それでは切り返しの説明に入ります。切り返しは、姿勢構え、打突力、それから、上肢下肢の連動、その他さまざまな効用が、期待されますけども、本学の場合は特に意識させているのは、打った時の打突の左右面の位置、それから、振りかぶりの際の肩の可動、この2点を特に重点的に意識させています。切り返しの場合は、もう動き自体が本当に複雑で難しい動きで、剣道の中では一番多く稽古をする内容ですけども、非常に難しい運動動作になると思います。それを徹底して数をかけてやらせるところに、うちの剣道の稽古の特色があります。
それでは約束稽古に入ります。約束稽古は、面、それから小手から面、面から面、小手面、体当たり、そして引き胴、そして切り返し、ここまでが約束稽古の内容です。ポイントとしましては、打突後打ち抜けない、形式を取ります。打った後に相手と正対して、相手が押し返してきますので、それで中段の構えで、即一刀まで戻ります。打突をして、寄せを取って、斬新、そして、構えに戻ります。そして、次の技に移るときに、ここから攻め返しを入れて、次の技に移行していきます。一本一本しっかり打ち切ることが特に注意すべき点で、2本目の小手から面のところは、小手面で、連続して渡って、このように連続で渡って打つのではなくて、小手をきちっと打ち切って一足の送り足を入れた後に、面に移行していきます。このような形で小手から面を打つことによって、打突後の体勢維持、それから次の技に移るまでの足さばき等が効果として期待できます。